シンボリック相互作用論とは、1960年代初頭に、アメリカの社会学者、H.G. ブルーマーが提唱した、社会学的、社会心理学的パースペクティブの一つである。人間間の社会的相互作用、特にシンボリックな相互作用を主たる研究対象とし、そうした現象を、行為者の観点から、明らかにしようとするものである。シンボリック相互作用論は通常、 その歴史的由来をジョージ・ハーバート・ミードの業績に遡ることができる。ミードは生前数多くの論文を執筆したが、ミードのシンボリック相互作用論に対する影響の大部分は彼の講義を聴講していた学生らによる講義録やメモの出版を通じて、あるいは当時ミードに学んだ学生の一人であったブルーマーによるミード解釈を通じて及ぼされたと言われている。 ブルーマーは、主として1950年代と1960年代に、数多くの論文を執筆し、シンボリック相互作用論の体系化を図った。ブルーマーのシンボリック相互作用論が、タルコットパーソンズを中心とする、構造機能主義社会学や、GA ランドバーグを中心とする社会学的、実証主義を批判し、それに代わる分析枠組みや、研究手法を発展させようとしたことはよく、 知られている。とりわけ、その分析枠組みに関しては、これまでの日本の研究においては、それが提示する動的社会観が高く評価されてきた。すなわち、社会を主体的人間によって形成、再形成される流動的な過程内視は、変動的、生成発展的なものと捉える、そうした社会観が高く評価されてきた。当初、 シンボリック相互作用論といえば、それは、ブルーマーと同義という時代が、しばらくの間続いた。とはいえその後、1970年代、1980年代になると、シンボリック相互作用論を担う新しいリーダーとして、ノーマンレンンジタモチシブタ谷、アンセルム・ストラウス、ラルフ・ターナー、ハワード・ベッカー、ヒューダンカン、エスストライカー、ゲイリー・ファインなどが登場し、 この理論の新たな方向性が模索されるとともに、ブルーマーの理論家に対する手術の批判が展開されるに、至り、従来からのシンボリック相互作用論とこれら新たな、リーダーたちのシンボリック相互作用論との間で、活発な相互影響過程が生じた。1980年代にはさらに、アービング・ゴフマンが登場し、ドラマツルギーと呼ばれる手法が提示された。アメリカ社会学においては、 この手法は SI と呼ばれ SI に基づいた幼児集団の観察など社会心理学的な実証研究や小集団研究が一時期は盛んに行われた。ただ質的研究や質的な社会調査は的確な分析結果をもとに成果を発表することが難しく研究者にとっては発表論文数が少なくなりがちとなる。このことから 必ずしも研究者の評価にはつながらず、競争が厳しいアメリカ社会学においては、全般的に賃貸に意味であり、研究例は、検証傾向にあると言わざるを得ない。ブルーマーによれば、シンボリック相互作用論は、以下の三つの基本的、前提を共有するパースペクティブを指す。一人間は、ある事柄が、自分にとって持つ意味に基づいて行為する。にそうした事柄の意味は、 その人間がその相手と取り行う社会的、相互作用から発生する、内視は同質される。散相した事柄の意味は、その事柄に対処する際にその人間が活用する解釈過程の過程を通じて取り扱われたり、修正されたりする。人々は日常生活において、身の周りの現実を構成する様々な事物に、主治の意味を付与しながら、 その現実に働きかけを行っている。還元するならば人間は自らと現実との間に意味を挟んで生活しているとも言える。ブルーマーはそうした意味が付与された事物を対象とその対象からの未構成される領域を世界と呼んで現実の世界から区別している。人間は世界の中で生活しているのであって、 現実の世界の中で生活しているわけではない。どのような対象が構成されるかは、その対象をめぐって、どのような社会的相互作用が営まれるかに依存している。例えば一本の木材は、これから野球をやろうとする人々の間ではバットという対象になるかもしれないし、山で遭難したグループの中では焚き火の焚き木という対象になるかもしれない。 事物の意味は事物それ、自体にあらかじめ備わっているわけではないし、また、ある一個人が、恣意的に、我を思うゆえに付与しているわけでもない。その事物が、どういう対象として構築されるかで、その対象に対する働きかけ方も異なってくる。ブルーマーは対象を、物的対象、社会的対象、抽象的対象の三つに分類しているが、上記のことは、 どの対象についても当てはまることである。とはいえ、先行する社会的相互作用を通じて生み出された対象に対して人々は既存の意味とは異なる意味を付与する可能性がある。夫婦同性制度は当たり前ではなく、それは日本国憲法第十三条の理念に反する社会問題的状態であると主張する人々は、夫婦同性制度イコール当たり前という社会的対象に 違和感という新しい意味を付与した人々だと捉えることができる。上記の3つの前提のうち、とりわけ第3の前提は、シンボリック相互作用論が捉える人間観を考える上で非常に重要なものである。ブルーマーは人間というものを概念化する上で、その活動的な性格をとりわけ重要視した。人間とは自らの外部や内部から自分に寄せられる。 主事の刺激に対してただ単に反応するという消極的な存在ではない。むしろ人間はそうした刺激を自らに表示し、それを解釈することで、その刺激が自らにとって持つ意味を再構成する可能性を常に秘めた存在である。還元するならば人間とその行動は刺激反応という図式において捉えられるべきではなく、 刺激解釈反応という図式において捉えられるべきなのである。人間は自らを取り巻く現実の世界に対じする存在として、その行動は自動的に解放内視は放出されるものとしてではなく、解釈という営みによって全身的に構築されるものとして捉えられなければならない。こうしたブルーマーによる人間の捉え方は、一方で心理学におけるワトソン流の 行動主義を他方で社会学における社会化過剰の人間観を強く論的として意識したものである。個人と社会の関係についてシンボリック相互作用論は社会が人間を規定する側面よりも人間が社会を規定する側面を強調している。社会とは解釈を行う人々によって日々形成、再形成を経験している動的で、 家庭的なものと捉えられなければならない。決して生態的で不動な社会が人々を一方的に社会化し社会統制の檻に閉じ込めているわけではない。シンボリック相互作用論の社会観の内実をブルーマーは以下のように要約している。このアプローチ、イコールシンボリック相互作用論では人々はその中で展開途中にある自らの行為を互いに 適合させ合わなければならないような巨大な相互作用過程の中にいるものとして理解される。この相互作用過程は他者たちに対して何をするべきかに関する表示を行い、また他者からの表示を解釈するということから成り立っている。彼らは対象からなる世界に住んでおり、この対象の意味によって自らの適応活動や行為に方向づけが与えられる。彼らの対象は 自分自身という対象も含めて、彼らが互いに相互作用することを通じて、形成されたり、維持されたり、弱められたり、変容されたりしていく。人々は互いに異なった様式でアプローチし、異なった世界に住み、異なった意味のセットに基づいて、自らの行為を方向づけていく。にもかかわらず、研究されているのが、家族であれ、少年飛行のグループであれ、 企業であれ、政党であれ、我々はそこに、表示と解釈の過程を通して形成されるものとして、集合体の活動を見出さなくてはならないのである。ブルマー、20から21イコール26から27、人間の社会は、そこに暮らす人々による、社会的相互作用が、幾重にも折り重なったものと捉えることができる。そうした人々の社会的相互作用は、そこに参与する、 個々人の解釈過程に媒介されている。であるならば、方法論として社会を研究する社会学者たちは、そうした個々人の解釈過程の内側に入り込まなければならないことになる。ここからシンボリック相互作用論者たちは、研究姿勢としての行為者の観点からのアプローチを強調する。このアプローチにはしばしば、 ヒューマンドキュメントなどの質的資料が用いられることになる。愛翻訳通日本語文献なお、本書の第6章については、すでに次の文献に、その翻訳が収録されている。W.I. トーマス F ズナニエツキ著、生活史の社会学ヨーロッパとアメリカにおける、ポーランド農民お茶の水処防、1983年、ありがとうございます。